はい、それでは続いて例題2番、ね、右の図のように一辺が 4cm の正方形を直線 L 状を、ね、あの位置から E の位置まで転がしました。この時正方形の一つの頂点、ね、A は P、Q、R の順に動きました、ね。この問題でも優しいよね。本当はここ書いてなくてもいいんだけどね。自分で書きなさいっていうから場合もあるね。ちゃんとイメージできるかな。これでこういうふうに PQR、ね、A を PQR と動く。うん。ではこの時丸一番、頂点 A が P まで動く時、動いた後の線の長さは何センチですか。ね、ここの部分の長さは何センチですか。うん、これは問題ないですね。だって半径は正方形の一辺ね、だから4センチだよね。なので丸一番、半径が4センチメートルなので 4×2×3.14 ね、それのこれこう90度なので4分の1で 6.28 平方センチメートルとなります。丸一番、これは問題ないよね。じゃあ次、丸二番、ね、頂点 A が、ね、R まで動くとき、動いた後の線と直線 L で囲まれた部分の面積は何平方センチメートルですか。ね、ここから A、P、Q、R、このとき L と囲まれた部分の面積は何平方センチメートルですか。見ますね。うん。じゃあこれはね、ちょっとそれぞれ部分で分けて考えるね。まずこれ A から P は、まあさっき言ったように半径 4cm の4分 A だ。ね。じゃあこれ P から Q は半径はこれどうなってるだろう。ね。こうやって線を引いてみると、ね。半径はこれ正方形の対角線だってなってますね。ね。ということが分かる。対角線を半径として A は P から Q まで動いてるってことになるよね。じゃあ面積はどうやって持ってるの。まあそれぞれね、これ分けて考えられた。まず後位のところは、まあここは問題ないよね。ちょっと色で分けてみようか。後位の部分、これは半径が4センチの4分 A が2つ分ということで計算成功になるよね。じゃあ次、ここ緑の部分、これは半径が対角、ね、正方形の対角線を半径とした4分 A だよね。うん。で、あと白、まあこれ白い部分、残りは、ね、これ、まあ正方形1個分ね、半分。半分ずつで正方形1個分っていうことが分かるよね。じゃあ、まず、ね。じゃあこの緑の部分の面積どうやって求めようか。うん、これは対、まあ正方形の対角線かける対角線かける 3.14 ね、かける4分の1、これ式になるよね。でも対角線これ分からないのに、正方形の対角線、うん、でも対角線かける対角線、ここはまあここの部分は分からないんだけど、対角線かける対角線、ね、この部分が分からない、ね、でも正方形の面積を求めるときに、まあ、ひし形同様に対角線かける対角線割る2っていうのが求まってるよね。うん、でそれを利用すると、ね、面積はこれ 4×4 で16って分かってるので、ね、対角線かける対角線割る2が16っていうのは分かってるよね。じゃあ対角線かける対角線は、ね、16×2 で32っていうのが分かってるよね。というのが分かった。そしたらこれを使ってね、緑の部分分かるよね。じゃあ緑の部分かなと思うか、
対角線かける対角線、うん、これ半径かける半径ね、32かける 3.14 の4分の1、4分円、うん、これで緑の部分が分かったよね。じゃあ次は青の部分ね、青の部分は 4×4×3.14 で、これは、ね、4分円2つ分だから半円と一緒で、だからまあ2分の1としようね。これちょっと消しちゃいます。そして残りは正方形1個分の面積 4×4 で16、まあ 4×4 って書いてあるかね。これ緑の部分と青の部分ね。じゃあこれを計算してやるわけね。じゃあこれ計算して66.24平方センチメートルとなります。いいかな。まあこの計算もねちょっと工夫してやろう。まあ共通するものをね括弧でくくって、まあこういうね図形の移動ちゃんとイメージできることです。でこれなくても自分でね書けるようになってほしいですね、うん、どれを半径として動いてるの。これだったら対角線だった、これは正方形の一辺だったね。これ間違わないようにポイントチェックにはなっていきましょう。